アッシュレディオ。さあ、さあ始まりました。始まりました。今朝もこの軽快なミュージックと共にアッシュレディオが始まりました。アッシュレディオが始まりました。もう2021年も変わらずこのねミュージック。アッシュレディオといえばこの曲。まあどっかで僕が作曲するってのもあれですけど。お、ピアノで。ピアノで。あとは打楽器。数々の打楽器でどんな感じになるんだろうな。そんな話をされた時、うん、朝です。朝なんでね、皆さんがね、もう今日はなんかいつも以上に朝ですね気持ち的には確かにね、気持ち的には今日はいつも以上に朝がね、まあ行きましょう。早いというか、はい、行きましょう。まあちょっと質問が来てまして、最近キングコングの西野さんが、叩かれがちですがと、アシナさんはあのようなビジネスについてどう思いますかと。アシナさんが、同じ路線に走ってもかなりうまくいくと思うのですがと。まあどういう路線なのかっていうのはさておいてという質問が、アシナさんの質問箱に来てるのか来てないのか。来てましたね、うん、来てるのか。僕もそれなんかちょっと見ましたけど、なんか、うん、結局なんか何言ってんだこいつだと思って、なんか、うん、僕は一瞬でなんか見るのを諦めましたけど、うんうん、なんかマルチが何とかで叩かれてるんですか。ああそうそうそう、なんか結局そのオンラインサロンやってるじゃないですか、うん、まあ7万人ぐらい今会員さんがいて、うん、それでまあ 年商億みたいな、うん、でそこのなんか会員さんに、今プペルってやってるじゃないですか映画、うんうん、そのプペルのチケットをなんかわからないですよ。もうそれは僕は西野さんに直接聞いたわけじゃないんで、これは事実かどうかあるんですけど、うんうん、なんか3000円で買って、うん、そのメンバーが、うんうん、それを3500円で売れば小遣い稼ぎになるよみたいな、うんうん、なんかそのっていうのがめっちゃ多分批判されてるんですよ。とかあとなんかもう、ああそれであれでしょ、なんか何十枚買った人が、そうそう無職の人が80枚買って、あそう80枚10回見に行きます涙みたいなそういうやつっていうやり方がどうなんだみたいな、だからそういう感じですよ、多分叩かれてる。だからあとはその結局なんか要はそのプペルとか西のなんかそののサロンに入ってる人が結局映画めっちゃいいって言ってたりとか、うん、一人で何枚もチケット買って周りで配るとかっていうので、うん、っていうなんかその西の教みたいな、なんかそのプペル教みたいな、はいはい、っていうちょっとバカにされてる、なんか批判されてるっていう今感じなのかな。なるほどなるほど。まあ西野さんのことが嫌いな人としてはなんかもう格好の、そうだよね、なんか餌食でしょうね、うん、ただやっぱ全員バカですね全員バカ、これは本当にね、アホとかレベルじゃないです、バカです本当に。で何が誰が一番バカかっていうと、うん、消費者が一番バカなんですよ、うんうん、でちょっとまあいろんな角度から今回のその、うん、今の件を、うん、僕がお話をすると、うん、なんかみんなマルチマルチって言ってるじゃないですか、はいはい、で、どっちから話せばいいかな、要は、まあ、ネズミ講とか、うん、マルチ商法って言われるんですけど、うん、マルチ商法っていうのは、MLM ってよく言うじゃないですか、うん、マルチレベルマーケティングなんですよ、うん、マルチレベルっていうのは階層がいくつにも分かれてますよ、うん、つまり A さんが B さんに言ったら A さん儲かる、うんうん、B さんが C さんに言ったら B さんも C さんも儲かる、B さんも A さんもね、はい、うん、C さんが D さんに言ったら A さんも B さんも C さんも儲かるよ、うんうんうん、D さんが E さんにも言ったら ABCD 儲かるよっていう、うん、これがマルチレベルなわけですよ、うんうんうん、普通商売っていうのは売った人が儲かる、うん、で会社は売った人が儲かるし会社も儲かるっていう、うん、セカンドフロアレベルぐらいな、セカンドレベルぐらいなんです2階建てぐらいなんです2階建てぐらいなんです、うんうん、でそれが中にはマネージャーにも入るし会社にも入るっていう、うんうん、サードレベルみたいなのがあったりしますけど、それが一生無制限に続いていくよっていうのがマルチレベルなわけですよ。うん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 、はいはいはい、そうするとこれはマーケティングとしてはすごく賢くて、うん、会社とか組織っていう母体実体を持たなくても、うん、広がり続けるっていう。で、これがなぜ広がり続けるかっていうと、うん、結局は消費者、生活者が金が欲しいっていう、うん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 、そこの心理をついて広げてるわけじゃないですか。だから、で、これをやると、うん、何が生まれてしまうかっていうと、うん、金が欲しいっていう人たちって、うん、物事を正確に判断できない知能指数のわけですよ。ほうほうほう。要は、金が欲しかったら、うん、なんだろう、その80回見に行く
とか、うん、もしかしたらそれが全部売れなくなるかもしれないっていうリスクも何も考えずに突っ込むわけじゃないですか、うんうん、それをやることで信頼がなくなるってリスクも突っ込むわけですよ、自分の金欲しさに、うんうん、自分の金欲しさに友達から金を奪ってもいいって思っちゃうわけですよ、うん、自分の金欲しさに信頼を全て犠牲にしていいって思っちゃうわけですよ、っていうのがやばいよっていうことを、これ全部自己責任ですよ、うんうんうん、100% 自己責任なのに、うん、日本の場合は消費者庁っていうところがバカな国民のために、いやお前らマジバカすぎるから、お前それ本当は自己責任なんだけど、うん、俺らが助けてやるよって言って、消費者庁様が、はい、それダメですよ、いやさすがにそれやっちゃうとバカな人騙されちゃいますから、うん、っていうのを規制するのが消費者庁なわけですよ。で、事業者に対してそれはおかしいって言ってる国民がおかしいです。やらなければいいだけの話だし、うんうん、やってるやつが悪いんですよ、うん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 、だってそれ普通だったらそのなんかチケットなんか80枚買ったみたいな、うん、人みたいな、うんうん、それ売れると思ってるのがそもそもおかしいじゃないですか、友達もいないのにだから結局その今そのツイッターとかプペルもう5回も見に行ったとか、うん、っていうのは結局西野さんにわっそんなに見に行ってすごいとかっていうその何西の票を取りたいだけなんですよ。いやそんなん全部そうじゃないですか。そう全部そうっていうか、じゃあ例えば僕が宮崎駿、うん、じゃあ吉岡さんが宮崎駿の友達として、うん、いや僕あれ3回見たんですよジブリのやつ、うん、って言ったら、ああすごい嬉しいねっていう話じゃないですかそれは別に、なんだろう、そのなんだろう、ニートの人、うんうん、無職の人だろうが、うんうん、お偉いさんだろうがやってることは変わんないですよ、うん、だからそのだから誰かが何回見に行ったから偉いみたいな、なんか分かんないですけど、分かんないですけど、それがコミュニティの中で共有されてるのか知らないですけど、はいはいはい、でもなんかそういうのもひっくるめてなんか批判されてる気がしますけどね。まあそれは話が2つあって、うん、1つはそこに足を突っ込んでるやつがバカだし、うん、それとは自己責任でやれよっていう、うんうん、でもそれはそれ楽しいんですよ彼らも、うん、そうだよ、彼ら楽しい、当事者はね。だって褒められる経験じゃあ会社でありますかっていう話ですよ。あんまないよね、はい、会社で普通に働いて、うん、なんか普段からありがとうも言われない、普段から素敵だね、すごいね、うん、も言われない、それがチケットを買って自分で売るっていうことで褒められるし自分が稼ぐことができる、だったらそっちの仕事がいいじゃないですか。うん、そうだね、絶対に、うん、だからやってる人たちはそれが楽しくやってるわけだから、うん、それは全然いいんじゃないですか、うんうんうん、でそれを作り上げた人たちが悪いっていうことよりも、うん、だからなんだろう、当事者じゃないんだったら黙ってればいいじゃんっていうまあ結局そうなっちゃうんだけどね結局ね、だからシンプルに西野が嫌われてるってだけの話なんですよ。なんで嫌われてるんですかね、そもそも。いや、あの攻撃力が強いからですよ。活躍してるからです。あースターであればあるほど嫌いな人が多いみたいな、そういう話、はい、でもそれは好きな人がいるからみんな嫉妬して、うん、嫌いな人って生まれるだけの話なんで。で、あの西野がすごいあの賢いのはあの2つあって、その構造を理解してるっていう、うん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 、あともう1つは、うん、あの想像しないことが起きたとしても修正できるっていう、これが西野の強さなわけですよ、うんうんうん、構造を理解してるっていうのはその今の話だって、ね、言うやつは言うやん、ずっと、うんうん、言っといたらっていう、もう構造を理解してるんで、いちいち別にイライラもしないですよ、うんうんうん、あの気には触りますけど、うんうんうん、なんなんこいつら、うん、まあでもそやつら言うよな、だってお前オンラインサロン入ってないじゃん、うん、どうせ自分が買ったこと人のせいにしてるだけでしょ、うん、あまあそやついるよねっていう、その、うんうん、まず構造を理解してる、うんうん、社会構造、人間の精神構造を理解してる、うんうん、あともう一個は、ああこれ確かにめっちゃ儲かったし、めっちゃ売れたけど、めっちゃバズったけど、ああそれでやっぱ批判とか出るんだっていうのは彼にとっても実験なわけですよ。じゃあそれどうやったら次あれできるかなって言って、うん、課題を解決して修正してブラッシュアップして改善すればいいかもしれないですよ、うん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 、っていうことができるわけですよ、うんうん、優秀な人間で、うん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 、でもいつまでも文句言ってるやつっていうのは改善能力ないんですよ、うんうん、だからそういうこうしてる間にもう全然あの天と地とぐらい差開きますよ、うんうんうん、だから西野さんとかもその自分が絵本を描いて芸人の仕事をそんなにやらずに絵本をこう描いて集中してるときにいろんな批判だったりとかっていうことをもう経験したわけじゃないですか、うんうんうん、だからその社会構造が全然理解してるし、うんうん、で実際にじゃあ絵本を描いてて時間をかけて努力をした人間でして、じゃあ これだったらどうかな、これだったらどうかなって改善しながらこう生きてるわけですよ、うんうんうん、で芸能人とか未だにあの
改善できないままずっとテレビって同じ世界で、自分が営業せずにマネージャーが営業して会社が営業して、うんうんうん、テレビに出てるだけでなんか偉そうなこと言って、最近そろそろ YouTube やろうかなって今焦り始めた人っていう、うんうんうん、それはもう改善、自分で改善できるかどうかでやっぱその差は開いてきますよね。で、まあ、今回の件で一番僕が言いたいのは、うん、西野がどうかどうこうっていうことよりもそのマルチとかネズミ子とか、うん、なんか騙されたとかっていうのは 100% 自己責任です。でそのバカな国民を助けるために消費者庁が、うん、またこんなバカな人いたんですけど、うん、っていうのをこう、うん、バカな人が生まれないようにお尻を消費者庁に吹かれてるだけなんです、国民が、っていう話です。ああ。はいはいはい逆に言うとその消費者庁がお尻を拭いてくれるから自己責任感が薄いっていうことも言えるんですか。いやだからみんな文句言ってるわけじゃないですか。消費者庁がお尻を拭いちゃってるから、うん、みんながほらやっぱり事業者が悪いんじゃん、俺たち悪くないよねって言ってるわけですよ。っていうことですよね。でも稼ぐっていうことは、うん、仕入れをして売るっていうのはもうそれもう人間の世界が始まった時ぐらいからの、うんうん、話じゃないですか。石使ってた時代のね、はい、仕入れて、うん、自分がリスクを取って労働っていうかその、うんうんうん、コストをかけて、うん、でそれを売ってその差が利益になりますよっていうのは、うん、そんなのビジネスの世界ではもう基本中の基本なんだけど、うん、日本は平和すぎて最初に買うってどういうことですか。無職なのに24万円買わせた、いや誰も買えなんて言ってお前買ったんだろって話ですか、うん、っていうそういうくだらないそのバカな国民バカな消費者をなんか助ける手立てがいつまでもそういうところに金かけてるのもどうかなって僕は思っちゃいますけどね。結構その消費者なんだろう保護というかそういうのってに、うん、日本が結構特有なんですか。どうなんですか。そんなことない。やっぱそれは結構強いと思います。僕海外 その消費者庁と話をしたことない、うん、分かんないですけどないけどね。そうだからやっぱビジネスをやるって時にみんな勉強しないとできないですよ。日本ぐらいですよ。こんななんか買って売ってやったって言って商売できて騙す人がいない、うん、騙されることがないっていう、うん、まあ、日本にもプロの詐欺師はいます、もちろんかなりいますけど、うんうん、これインターネットインスタグラムクリック会社の竹花さんとかねはい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 、もうちょっと下火になったのかな、うん、はいはい、っていうのも、うん、もう自分で身を守れねえやつが、うん、何を言ってんだよって。だったらそもそもビジネスが入ってくるんだよ、うん、ビジネスの世界入るんだったらそういうことだからなっていう、うん、っていうなんかいつまでもこうお尻を拭いてほしい人たちが多いんで、うん、それはちょっとやっぱり今時代が変わらないでいつ変わるんだっていうことをマルチに私は考えてます。ありがとうございます。